はい、皆さんこんにちは、フラワーの写真です。ブログの方ではですね、何度か、公表してたんですが、ちょっと体調を崩して声が全く出なくなりました。でそのためフラワー TV が少しこう遅くなってます。やっと今もねちょっとおかしいんですけど、声が少しだけ出るようになってきたんで、ちょっと公表してなかったもの、きちんと公表してなかったものが2つありますので、それを今日はね皆さんにこうビデオレターみたいな感じで、お知らせをしたいと思います。まず第一に、もうこれすでに始まってるんですけど、これをね作った作品は出しました。今見えますかね、日本橋三越本店で花々祭っていうのを行っています。こちらに、僕の作品、ここに僕いますけれども、地下からね入るすごい人が、期間中130万人ぐらい歩くって言われてるところなんですが、すごいいい場所で、僕のインスタレーションを行っています。これは一応花々祭3月、3日で撤収されてしまう作品もあるようなんですけど、僕の作品は17日まで、飾っていただいていますので、ぜひね、銀座日本橋、ごめん銀座じゃない、日本橋の三越に、お越しの際はね、近くに入るところに4メーターぐらいの作品がドーンとありますので、見てみてください。結構な、ね、迫力でいい作品に仕上がってると思います。あともう一つ、こちらは全く公表してません。実は3月6日ですね、もう今週の金曜日なんですが、3月6日に花いけバトルの王者決定戦を行います。こちらは、花いけバトルの、昨年の第1回第2回第3回第4回第5回の優勝者と、昨年の前回の優勝者王者になった塚越くんと、6名で王者決定戦を行います。ただね、まあ今回全く告知、僕は告知してません。全部交互にいますけど、まあちょっとね今回はこうアウェーな感じで自分をこう追い込んでね戦ってみたいなっていうのもありますし、あとねちょっとチケットが高かったんで皆さんにねどうもこう公表しづらかったっていうのもありますんで、まあ頑張ってきます。多分、僕は皆さんはご存知の方多いと思うんですけど、こう LINE を生かした作品を作るのが僕の何ですかねスタイルというか、まあ目指しているところというかですね。で、まあ、はっきり言ってもう LINE を出した作品というか、その器にあった作品、綺麗な作品ははっきり言って確実に生きられます。5分以内で確実に生きます。それも多分作品的には誰にも負けないものができると思います。なので、まあ、あとは気迫とかね、そういうものは今まで僕には求められていなかったものなんで、まあいきなり僕はね気迫がして「イエーイ!」とか「トー!」とかやってもね、全然それは皆さんにはピンとこないと思いますので、僕は僕なりにやっぱりこうスマートにねいける生き方で、出来上がった作品をの完成度を皆さんに見ていただこうかなと思ってます。なので、まあ、告知しなかったこの花いけバトルの王者決定戦が今度金曜日にありますということ、これは、ね、八方になりますね、東京のね、3月6日金曜日の5時半から会場で、開演が7時15分から随分時間ありますね、これね。チケットが1万8000とかって高いんですけど、ただ僕の方でこうなんか一席
B 席に6000円というチケットをまだ少しだけね、あの余裕があって持ってますので、まあ来たいという方はお気軽に言ってみてください。まあなくなっちゃってたらごめんなさい。あと、こちらの花々祭、こちらはねすんごいいい作品が出来上がってます。迫力のある、で特に今回ね花のテロワールっていうテーマがあるんですけど、そのテーマにすごく合ったね、あの迫力のある作品が出来上がってますので、こちらはぜひいらしてください。まだちょっと期間がありますし、こちらはねあの入場料とか一切かかりませんので見てください。懐かしい著作品がよくわかると思います。ではですね、この2点よろしくお願いいたします。またこれがすこぶるよく出るようになったら新しい動画も撮りたいと思います。ただまあ声が出てない時にこう僕のね友人たちが助けてくれて素晴らしい動画もたくさんできてますので、そちらはアップしていきたいと思います。次回お会いしましょう。 See you next time。 行くぜ、 Come on。 今年はまあ余談ですけど N フラワーデザインスクール、一気に上がりたいと思います。フラワーアレンジ花束、まあ、花に関する作品ですね、習いたいという方はぜひ N フラワーデザインスクールいらしてください。また今回ね、N フラワーデザインスクールではビギナーズクラス、本部もビギナーズクラスを作りました。こちらは今ただいま募集していて人数が集まったところで開講を始めます。なので、そちらも合わせて、応募しといてください。応募された方だけに、開講するときにメールを送ります。まあその時にね応募しといても来れないという方は来れないでも大丈夫なんで、ぜひ来たいよっていう方は応募だけでもしといてください。ちょっと長くなりましたがよろしくお願いします。では次回お会いしましょう。 Next time。